2022年12月の防衛力整備計画によって、現行の最上型護衛艦は、12隻での建造終了が確定との情報をキャッチしました。今回は、最上型護衛艦の役割と、今、話題の AI を詳しく見ていきますね。日本の AI 技術は、はるかに世界のトップレベルなんです。知らなかった。2023年3月7日、海上自衛隊の護衛艦としては、最新鋭の艦級であるもが、三型の4番艦、三隈が実戦配備を迎え、2022年12月に、先に就役していた3番艦、の城と同じく、長崎県佐世保の護衛艦隊第13護衛隊に加わった。最上型護衛艦は、昨年2022年3月に、2番艦、熊野、が、続く同年4月に、1番艦、最上が就役を果たしているが、これら2隻は、神奈川県の横須賀の掃海隊群に配備されており、最新鋭艦を、東西で2分した格好と言えよう。今後も最上護衛艦は、同様のサイクル、年間で見た場合には、3月に1隻、12月に、1隻のペースで建造され就役していくこととなるが、昨年12月に、防衛力整備計画が、新たに、閣議での決定を受けたことで、12隻までの建造で終わることが確定した。このため、予算上からもが、三型護衛艦は、2023年度までに計画されていた12隻が建造され、以後の2024年度分の予算からは、新たな艦級として、現時点では10隻が新造される予定となり、これに向けての動きが行われている。まず、2022年12月の防衛力整備計画の閣議決定を受けて、防衛装備庁は、2023年1月末にもが、三型護衛艦を代替する新型 FFM に対し、企画、提案を希望する造船事業者を対象とした、事前の説明会を開催した。この説明会を経て、2023年2月末には、新型 FFM に対する企画、提案の締め切りとしたが、今の日本において、護衛艦の建造を担い得る造船事業者は限られているため、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社が手を挙げたのみだった。現行の最上護衛艦は、その企画提案を勝ち取った三菱重工業者が大半の建造を請け負っており、残りの少数を今は同社と同系列の三菱重工マリタイムシステムズ社が担当している状態となっている。翻って、ジャパンマリンユナイテッド社は今、まさに航空母艦化改修が進行中の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の出雲加賀や最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型のマヤ・ハグルを建造した実績を持つ。防衛装備庁が海上自衛隊の新たな艦艇の造船事業者を募る場合、当たり前のことだが、護衛艦の建造実績やそれに類する技術を持つことが前提とされるため、必然的に三菱重工業者やジャパンマリンユナイテッド社しか請け負えない状態ではある。このあたりを日本の防衛産業の育成という観点からは問題だと危惧する声もあるわけだが、その点を抜本的に底上げしようとするのならば、自衛隊に止まらず、諸外国への輸出を獲得する必要があり、それが実現可能とは正直思えない。そうした状況について、日本は太平洋戦争の敗戦後に、武器輸出三原則を定め規制してきたが、今は、これを緩和すべく、防衛装備品移転三原則に改めたという声も少なからずあろうが、こうした政治的な路線変更のみで、実現は困難だろう。個人的には、兵器輸出には、やはり、何らかの形での実戦経験が問われることが避けられないと思える点と、
今や、その稼働に、多くの関連機器が必要なシステム化がなされている点などを考慮すれば、パッケージでの支援が欠かせないと思える。そうした点を考慮した場合、日本の兵器が、他国の軍需専門企業と互いして、その市場を争う競争力が得られるとは考えにくく、また、対相手、日本製の兵器を選択しようとする国に、メリットは乏しいとしか映らない。ロシア・ウクライナ戦争の余波から、ロシアへの対処策の一環として、ポーランドが、韓国から、大量の戦車、自走砲等を調達、及び、自国内でのライセンス生産を進めている事実はあるが、かなりのレアケースに見える。一応、韓国は、今も、北朝鮮とは、朝鮮戦争の休戦状態にあり、その、特殊な、軍事的、政治的、地理的な要因から、陸上兵器を、西側諸国の基準に合わせて国産化してきた、経緯を持ち、これがここに来て、偶然にも、これが功を奏した感が拭えない。韓国も、兵器輸出を前提に、これら戦車や自走砲を開発したというよりは、自国の国防上の必要性に駆られて製造してきたところ、それが、西側諸国の標準に準拠している上に、納品の速度や価格が、うまくはまった形だろう。さてもが、身型護衛艦の件に、話を戻せば、昨年2022年の実戦配備後には、すぐに、中国の検索サイト大手、百度が運営する八卦号でも、それが取り上げられており、中国の政府としての公式な見解ではないとはいえ、一定の参考にはなるだろう。そこでハモが身型護衛艦について、その設計コンセプトは、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦を模倣したイーワバーリューであると述べており、中国側が沿海域戦闘艦自体を中途半端な艦艇だと見さしていることが前提に感じられる。それにしても、中国自体は、例えば、最初の航空母艦である、遼寧は旧ソ連で建造され、同国の崩壊に伴って、ウクライナが所有していたものを、使用用途を偽って入手し完成させたというような事実は、どう考えているのだろう。また、こうした、遼寧やそれをもとに国産化した、山道も、旧ソ連製艦艇のアリューであると同時に、さらに、その艦載機である主力戦闘機の J-15 もロシア製のスホイ -33 をデッドコピーしたことは広く世界で知られている実績だ。またもが身型護衛艦については中国海軍の最新鋭の大型駆逐艦である055型南アキラ級ミサイル駆逐艦とその大きさや兵装の搭載量を比較して後者の優位性をかきたてるような内容も散見され全く、もって理解に苦しむ。も、が身型護衛艦は、海上自衛隊では、新規の艦首記号である FFM が完成られたことからも明らかなように、サイズ的には、フリゲート艦で、さらに、ここに、多用途で、対機雷戦闘までも包括させた艦艇で、火力には重きを置いてはいない。055型南アキラ級ミサイル駆逐艦と比較すべきは、海上自衛隊で言えば、マヤ型等のイージス護衛艦であり、なぜに、それをもが身型護衛艦と比較して、優越感に浸ろうとしているのかは、我々日本側からすると不可思議としか言いようがない。まあ中国側が主張することなど、真に受けること自体が、時間の無駄なのかもしれないが、こうした情報が、インターネットを通じて日本で確認できることも中国側の情報工作の一環だと見ればそのまま看過することにも危険性を感じる。さてもが身型護衛艦だがこれまで後日装備とされてきた USV 自立航行型の機雷排除システムとしての水上無人機がジャパンマリンユナイテッド社の系列子会社である JMU ディフェンスシステムズ社より2023年3月から納入が開始された。
これにより、先に三菱重工業者が開発して正式化されていた OZZ-5 自立型の水中高層式機雷探知機と機雷処理用の自走式弾薬と合わせて、従来掃海艇が担ってきた機雷処理能力をもが三型護衛艦が実装することとなった。この USV、自立航行型の機雷排除システムとしての水上無人機をもとに JMU ディフェンスシステムズ社は、民間向けの自動運航艇として、海風を開発、各種港湾で、設備の監視や点検、さらに、人員の輸送等への使用も視野に入れている。民間向けの自動運航艇の海風は、総排水量が11トン、全長 1.0 メートル、全幅 3.2 メートル、全高 1.5 メートルの船体を持ち、ウォータージェット推進で、最大速度23ノットを誇り、最大で12名の収容が可能となっている。さらに、海風は、自立航行のみではなく、手動航行も可能な上、これはリモート制御にも対応しており、島国である日本にとって、多数存在する島嶼部において、人員や貨物の運搬用途の幅を広げる可能性を秘めている。現行の海風は、2機のディーゼル機関で駆動する方式であるが、JMU ディフェンスシステムズ社では、すでに、リチウムイオンバッテリーによる電動化を、来るべきカーボンニュートラル時代に向け開発中である。